はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。最近仮面ライダーエスパーダが届いたんですけど、今回また新たに雷の剣士が届きました。こちら鬼滅の刃よりバズモッドの吾妻善逸、今回はこちらの紹介です。炭治郎と禰豆子ちゃんに続いて今回で3体目、バズモッド鬼滅の刃吾妻善逸。箱の時点で霹靂一閃の手前みたいな感じになっています。で、正面から中身が見えていて、最初は大服を着ていませんね。ほんで箱の横の方がなんかちょうどよく稲妻っぽくなってる。ほんで箱の裏、今回もいろんなポーズが取れるよってのと、付属品なんかも割と充実していそう。ほんじゃこちら中身を見ていきましょう。善逸、はい、本体立つと説明書。説明書の方にはちゃんと写真付きで、親切にパーツの差し替え方が書いてある。鞘を腰にセットする時の注意事項もね、これ間違えると鞘警察が来るからね。で、ブリスターの方が2段構造、上段下段で存分に詰まっていますね。とりあえず付属品の方から見ていきましょう。まずは日輪刀関係。日輪刀本体は刃が鞘に収まってる状態と抜刀状態、完全に2つの状態が別々になっていますね。まず納刀状態が全体的にホワイト、柄の方には白い布が巻いていて、この巻き付け方のおかげで三角になっています。綺麗な黄色い三角模様で、一番後ろのところには紐がちょっとはみ出てる。で、つばの方は4つ膨らんでいて、面の部分がシルバーで縁のところがゴールドで、この中に刃は入っていないんだけど、一応引っこ抜くことはできて、引っこ抜くと単純に接続部分、手に剣を握らせてる時はちょうどこの柄の部分がないと抜刀状態になりますね。で、さらに柄の部分はこういうエフェクト付きのものも入っています。柄全体に雷の呼吸のエフェクトをまとった状態、黄色いクリアパーツがバチバチの電気感を出してくれていますね。で、これが鞘から引っこ抜いた抜刀状態、デザインがだいぶ特徴的というか、もういかにも雷って感じだね。刃のところがちょっとメタリックなシルバーになっていて、名称で言うとしのぎでいいのかな。ここの刃の上のところが黒くなっていて、電撃のような黄色い模様が入っています。このバリバリって感じのデザインがすごいかっこいいね。お次は頭部の差し替えパーツ、表情が3種類。髪がないとだいぶ印象が変わってくんな。眉毛がちょっと下がってる困り顔で、目をつぶってるけどなんかすごいキリッとした表情、これは眠ってる時の表情ですね。霹靂一閃をやるのにすごいちょうど良さそう。で、これが怒り顔かな。結構デフォルメが効いていて、白目ひんむいてるし、めちゃくちゃ汗かいています。口の方も横から見るとベロがちょっと飛び出しています。なんとも立体的なお顔で、これが前髪のパーツで、頭の上にスズメのチュン太郎が乗ってる状態ですね。本当だったら鬼殺隊の隊員にはカスガイガラスって言って、いろいろ指令とか情報を伝えるために喋ることができるカラスがついてるんだけど、なぜか善逸だけ喋れないスズメがついてるんですよね。そしてこれが炭治郎にもついていましたね。紫の座布団と正座用の足パーツ、足のパーツを差し替えることでこうやって正座のポーズができます。ちゃんとつま先がこうやって組み合わさるようになってる。キャハンの方もちゃんと善逸の柄になってるね。さらにこのパーツは正座してるだけじゃなくて、足を外すことができるんで、ダッシュポーズとか思いっきり膝を曲げてる時にも使えますからね。使ってみるとかなり便利なやつで、座布団の方もちゃんとこの足の形にへこんでるんで、だいぶぴったりフィットします。お次、雷のエフェクトが2つ、クリアパーツでできていて、まあまあサイズもでっかいね。このエフェクトは主にここのところ足に引っ掛けて使うらしい。どうにかすりゃ手首とかにもつけられるのかな。まあその辺も後でいろいろ試してみよう。で、まだまだあります。このシリーズでは毎度おなじみ、実際に布でできてる羽織、布製でなおかつここのところに針金が仕込んであるんで、ある程度こう自分の好きな形を作ることもできる。で、柄の方が黄色からオレンジへのグラデーションで、白い三角模様がたくさん入っています。裏地の方は黄色一色で、袖のところにはちょっとラインも引かれていますね。これを着せると実際に布だからシワの感じとかすごいリアルになります。このフィギュアシリーズの目玉でもありますね。で、最後に手首パーツが2、4、6の8種類、思いっきり広げたパーの手とグーの手で、これが日輪刀の持ち手で指差し、結構いろんな手が入ってるね。そんなわけで付属品は以上なんで、こちら本体を見ていきましょう。よー、それじゃいきます。吾妻善逸、おなじみの羽織着てないとまあまあ違和感あるな。ちょっと今これポーズ取っちゃってるけど、多分大服に関しては炭治郎とほとんど変わりないんじゃないかな。足元とかは違うけど、基本的な造形とか角は大体一緒なんじゃないかな。あ、でもよく見たらなんか大服の色が微妙に違うね。炭治郎の方は焦げ茶色っていう感じだけど、善逸はなんとなく黄色みがかってるかな。見比べてみると善逸の方がちょっと色が明るめなような気がする。さあ、そんなわけでお顔の方、標準でついてる表情はまあ微笑み顔かな。なんとなく目線の方が左に寄ってる気がする。まっすぐこちらを見ていませんね。表情は微笑みなんだろうけど、なんかドヤ顔っぽくも見えるな。で、髪の毛でちょっと見えにくいけど、眉毛の方は困り眉になっています。で、この特徴的な髪型と髪色、毛先が全部こうハサミでまっすぐバツンと切ったかのようにまっすぐになってますね。さらに頭髪が黄色で、先端が特にグラデーションではなくて突然オレンジ、途中でいきなり鮮やかなオレンジに変化していますね。もともと黒髪だったんだけど、雷に打たれたらこうなったらしいね。どういう原理だよ、
って思うけど、あの世界桜餅食いすぎて髪の色変わるくらいだから、そりゃまあ雷に打たれたら髪の色も変わるわなってなんか納得しちゃうな。髪の毛の造形の方も立体感が出ていていいね。襟足の方は途中で色が変化していなくても一通りオレンジ。これがもしかしたら頭部の可動の助けになるのかもしんない。というわけで善逸完全にこっち見てるよな。とりあえず見られながら上向く可動がグッと、おおとは言ったけどそこまで別に動かないか。まあ、ただ間違いなくここの襟足は干渉を避けてくれていますね。襟足可動なかったらこれ以上に動いてないだろうな。じゃあ対してうつむく可動がグッと、うつむく方はなかなかズーンと下を見れますね。相当落ち込んでるわ。でさらに横方向にもグリッと、特に干渉なく回転もできる。さあそして上半身には標準的な鬼殺隊の体服、縁に白いラインがついた爪襟に縦に3つ並んでる銀のボタンで、胸ポケットなのか分かんないけど2本の横ライン、だいたいデザインは学ラン的な感じですね。で腕の方も至ってシンプルな袖。さあそんなシンプルな腕の可動、まずまっすぐ上げるとグッといいね。干渉物も少ないんで水平をちょっと超えるぐらいまで動いてくれます。で肩関節の軸が体側と腕側2箇所についてる状態なんで、腕側の軸を使ってこんな動きもできる。軽く人間超えてるから実用性はないけど、軸が2つあるおかげで肩関節の可動域が広いというか、ここら辺でちょっと自由度が生まれてますね。まあなのでこの辺を使って上下の可動だったり、あとは前後にも振る感じで動かせます。肩可動を使えばこんな風にだいぶ腕を前の方に持ってくることも可能。ほんで肘の可動がぐんぐんと、肘の方はほぼぴったり90度ぐらいかな。そこまで劇的な可動ではないけど、上のところに肘のロール可動なんかもあります。でぐるっと回って背中には滅びではなく滅、筆で書かれたような滅の字がデカデカと入っています。で前面部分に戻ってきて胴体の可動、胴体の可動は胸から上とお腹のあたり、まずのけぞる可動がぐっと動くのはほぼお腹から下だけど、なかなか動いてくれますね。で対してうつむく可動がグッと、うつむく可動もそこそこって感じかな。前後ともにそこまで劇的な可動ではない。でお腹には白いベルト、金具とかこの縦方向のバンドの造形もなかなか細かいね。でさらに左側には日輪刀の収納場所、ここのところに付属品の日輪刀を納刀することができます。説明書にも書いてある通り、ちゃんと向きが決まっていて、湾曲してる下側がこう前に向く感じ、こういう向きで刀を収めます。というわけで上半身の可動以上なんで、いつもの見慣れた羽織を着せてあげよう。まずは手首を取って腕を後ろ方向に回しておく。でこれで普通に我々が服を着るような感覚で羽織に袖を通してあげれば、多分これ炭治郎の時もやったけど、本当に羽織を着てる途中だな。これで肩までかぶせてあげて、袖から手首のジョイントを出して、でこれで手首パーツを付け直す。仕上げに腕を下げて内側の針金である程度形を作ってやれば、はい、これで見慣れたいつもの状態になりました。羽織着るだけで本当だいぶ様変わりするね。やっぱり内側に針金が仕込んであるから、こう特に浮くことなく密着感がいいね。まあただやっぱり黄色とかオレンジが膨張色ってのがあるかもしれないけど、ちょっとなんかずんぐりむっくりというか、体のサイズがちょっと大きくなったように見えるかな。まあ多分ポーズつければそんな気にならないはず。でちなみに羽織を着た状態でも結構これゆとりがあるんで、腕をグッと上げたり前方向に持ってきたり、特にそこまで可動に制限がかかったって感じはしないかな。まあなんだったらこの羽織のおかげで関節も隠れるし、後ろから見てもすごいね、布そのもののシワが入っています。さあ羽織を着せたところで下半身、相変わらず体服のズボンのボリュームがすごいね。足首周りが規範でキュッとなってるけど、それ以外がなかなかのボリュームで、可動股関節の方は引っ張っても特に引き出せない。引き出せなくて足を上げるとグッと問題なく水平まで上がります。でさらにちょっと一旦日輪刀外しておくか。左足は日輪刀がちょっと干渉する。今はこれまっすぐ上げた状態だけど、さらにグッとほぼ斜め上になるけど、足はだいぶ上がってくれます。でまっすぐ上げた状態で股割りの可動、股割りの可動域がだいぶ広いね。でさらに付け根のところにはロールの可動もあります。でズボンは続いてるんだけど、またこの膝のあたりに関節があって、膝の可動がグンうんと、ちょっと羽織で見えにくいけど、だいたい90度ちょい超えるぐらいの可動、曲げても膝のところにほとんど隙間がないから結構自然。ほとんど炭治郎と同じだけど、この辺のシワの造形なんかもいいね。で膝から下にはキャハを巻いています。羽織と同じで黄色からオレンジのグラデーションに三角模様、ちゃんとコーディネートされていますね。ふくらはぎのあたりにこうぐるっと巻きつけてあって、で前の方で3箇所蝶々結びで留めてるって感じですね。で足の方は草履を履いていて、鼻緒がホワイト、かかとのところにもちゃんと紐が回っています。ちなみにキャハン部分にはロールの可動がある。で足首の方が上下の可動、さらにくるぶしも内側の方にものすごい動いてくれます。でつま先にも可動があって、最後に足の裏、足の裏の方には草履の滑り止め。はい、というわけで吾妻善逸の造形と可動、こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。
まずは潜在写真を参考にシンプルかつ穏やかな立ちポーズ。前逸は割とパニクってるような場面が多いような気がするから、穏やかな感じの表情とかポーズは珍しいような気もするけど、これはこれでなんか平和な感じでいいね。お次はパニック顔で後ずさりしてるポーズ。やっぱりなんかこの顔すごいしっくりくるな。あとやっぱりこうやって布にアクションつけられるのはいいね。びっくりしてる時の感情がなんか服に出てるというか、なんとなくヒエーってなってる感じが表現できたような気がする。お次はびっくりして後ずさりどころか後ろにピョーンと飛ぶ。自分でポーズつけといてなんだけど、なんかいいねこれ。表情とやっぱりこの布の動かし方がいいね。もうちょっとなんかそれっぽく布を前方向に残すことで後ろ飛びの躍動感が出ますね。服込みで動かしていて楽しいな。後ずさって飛んだ後にはもう全力疾走で逃走。一体何から逃げてんのか分かんないけど、見事に全力疾走しています。またまたこの羽織をぶわっと舞い上がらせることで空気抵抗を表現しています。布もいいけどやっぱりこの足使い勝手がいいな。右足には付属品の正座の足を使っています。付属品紹介の時も言ったけど、これはちょうど膝を思いっきり曲げてる状態にできるんで、座るだけじゃなくて走ってるポーズにもすごい最適なんですよね。さすがに序盤から飛ばしすぎたんでほっと一息正座のポーズ。ちなみに今これ床に敷いてる畳はセリアで買ってきたもの。すごいうってつけだと思ったけど、ここのヘリの部分がちょっと太すぎんな。最近100均とかにフィギュア撮影用のなんか床とか壁とかのなんかシート、フィギュア撮影シートが売ってるっていうのを何人かの視聴者の方に教えてもらったんですけど、残念ながら僕が行ったところには和室っぽいのはなかったね。ただちょっと面白そうなこういう襖が売ってました。もっとたくさん買ってくればそれっぽくなったんだろうけど、後ろの方にこうやってポンって置いてもいいし、カメラの前に置いとくとこっちの方がなんか使い方いいかもな。襖の隙間からこっそり覗いてる感じにできます。端に置いとくと奥行きが出るな。100均にはこういう撮影にも使える便利なものがよく売っています。一体何が起こったのかわかんないけど、こんな風に襖の下敷きにしてみてもいいね。お次は潜在写真を参考に頭の上にチュン太郎乗っけてなんか怒ってるポーズ。どういうシーンのあれかな。チュン太郎の言ってることがよくわからないよっていう表情なのか、早く任務に行けって言われていてはいはい行きますよ的な感じなのか、まあ、僕結構記憶がチャランポランなとこあるから、もしかしたら普通にあったシーンかもしれないけどね。指差しを使えば炭治郎と禰豆子ちゃんが一緒に旅してるのがずるいぞって、兄弟って知らない時のブチギレっぽいシーンも再現できますね。指差しとこの顔の相性すごくいいな。さあお次は眠った状態での直立ポーズ。前逸は気を失ってるとか眠ってる時にこそ進化を発揮しますから、付属品の顔の中でこれが一番かっこいいわ。さあそしてやっぱりこのポーズはやらなきゃね。雷の呼吸1の型、霹靂一閃の構え、眠った状態でものすごい前傾姿勢になってこの居合の構え、束の方には電撃のエフェクトをつけています。アニメのこのシーンはものすごい力が入ってたね。こう足元からグイッと登っていくようなカメラアングル、まあこれでは全然再現できてないけど、ちなみに正面から見るとこう、通常霹靂一閃もほんと名前の通りまさに一閃、超スピードの居合切りだからあんまりこの刀身が見えないんだけど、せっかくだから刀を思いっきりブンと振り回したポーズ。さらに足の方にはエフェクトをつけています。エフェクトもいいしだいぶ前かがみになるよね。お次あんまりスピード感はないけど、こう空中で切ってるイメージ、あんまりがっつり固定はできないけど、手首にこの雷のエフェクトをつけることができますね。なんとなく動きの軌跡に見えてこれはこれでかっこいいな。あとやっぱりこの顔使い勝手いいな。半ばやけくそになって戦う気になってるポーズ、それはそれは足がガクガクブルブル震えてるだろうね。肩の可動域が優秀なんでこんな風に両手持ちができます。そしてやっぱりこれ実際の布だからシワの入り方がほんと素晴らしいな。布だからこそめちゃくちゃリアリティが出るね。でやけくそ状態でのジャンプ切り、だいぶ肩可動の恩恵を感じるね。可動フィギュアで両手で持った状態で前方向に振り下ろすってのはなかなかすごい気がする。あともう限界も限界なんで指から電撃を出してもいいことはない。こんなシーンは全く存在しないんだけど、フィギュアならできます。フィギュアならもう指から雷も出せる出せる。さあそして今回善逸がやってきたことによってこのアニメのビジュアルがちょっと再現できます。あとはもうこの辺に伊之助が来れば完璧だ。ただ届くのだいぶ先だけど、まあ実際のビジュアルと見比べると三者三様に顔がちょっとずつ違うんだけどね。表情もっといろいろ欲しいかな。はい、というわけで今回は鬼滅の刃よりバズモッドの吾妻善逸の紹介でしたが、いかがだったでしょうか。今回もこういう雷のエフェクトだったり、正座用の足と座布団、あといろんな表情、相変わらず付属品がかなり盛りだくさんな感じでしたね。そしてこのフィギュア最大の特徴、羽織が実際の布でできてるっていう、動きとしては結構自然なんだけどボリュームがちょっとでっかくなるからね、まあ、割と人によって好みが分かれるポイントだと思うけど、シワをつけることができるし、針金で形も固定できるし、可動域の方にも特に邪魔になってるように感じないんで、僕は割とこのスタイルが好きですね。そして今後届くもんだけど、確か8月だったかな、次は8月ぐらいに煉獄さんが届きますね。それ以外にも多分年内に伊之助も届くし、義勇さんが最近予約が始まったばっかりで多分届くのは来年かな。まあそんなすぐには届かないと思うけど、今後もこのシリーズどんどん集めていこうと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。